阿部雄二の相撲大好き始まりました。始まりました。今日もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。7月場所、うん、大盛り上がりでしたね。感動しましたね。感動しましたし、うん、本当に、うん、濃い場所でしたね、うん、横綱2人いなくなっちゃったけど、うん、だけどもやっぱりそれでもね、うん、十分盛り上がりましたよ、うん、で観客もね、なんかまばらだったけど、うん、でもそれでもやっぱりお客さんいた方がいいですね。そうですね、うん、拍手で、うん、私も13日目に行ったんですけど、行かれて、まこちゃんも行ったんでしょ。私、千秋楽に。あー、なんだよ、はい、2人とも俺も行きたいよ、ほんと。チケット、見たい、うん、あ、そうなんです、はいはい、チケット。これはね、手に入れるの大変なんだよね、これ今ね。そうですね、でもなんか、うん、売れ行きがあんまり良くなって、うん、そうそう、そうなの。そうなんですよ。なんか、多分お昼からじゃないと入れないとか、うん、お酒飲めないとかいうのがあったみたいな。まあやっぱ、すごい買いやすかった。東京がコロナ増えてきて、見に来れないみたいな、ちょっと怖いなみたいな方も、そうそう、県外の方来れないっていうのもありますよね。あー、そうか、そうか、そうか、うん、私も抽選で当たって、うんうんうん、もうすっごい喜んでたら、普通にその後一般販売でもたくさん残ってです。あー、なんか、そうなん、ちょっとそれ意外だな。そうですね、売れ行き悪くて。でもやっぱり生っていいですね、うん、やっぱりやっぱりいいですよ。立ち合い、力士同士が当たる音が響くでしょ、あれね。音も本当になんか、うん、やっぱり声出せない分、うん、本当に時間いっぱいになるともう上がります。もう本当にシーンとした中で相撲に集中できるんですよ、うん、あの空気本当にたまらなかったです、うんうんうん、本当に神秘的というか、うん、すごく楽しかったです。あ、新鮮でしたね、はい、千代の国関が。お、ちょっとまこちゃん、はい、気にしてよ。こんな毎回毎回ちょっとね、ファッションにも楽しませていただいてるんですが今日は紹介ください。そうです、これ、うん、なんと幕下優勝を果たした千代の国関の反物の浴衣を着ております。これ皆さんに伝わるかな、これそばで見ると見事だよ、こう、そのね、文字の目の細かさ、千代の国と書いてあります、涼しげな色合いで。そうですね、夏らしい、ね、今のこの猛暑日にぴったりですね。そうです、しかも同郷、うん、そうなんですよ、同じ三重出身で。あ、そうなん、そうなんです。で、同じ三重っていうそのつながりで結構仲良くさせてもらってて、で、本当に優勝嬉しかった。いや、嬉しいですね、これからも、ね、2年前は幕内でね、活躍されてて、そう、鳥取の石浦関と当たったりとかもしてた。はい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 、やっぱ怪我でだいぶ落ちちゃって、そっからのまた全勝の幕下優勝ってもう文句なしです、本当にすごいですよね。復活っていうのはいいね、まあ照ノ富士関もしかりね、這い上がってくるというね。そう、あー、そうか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 、そういうことだったのね。感動的でしたね。あー、本人は何て言ってました、幕下優勝は。いや、もう、そのインタビュー、その、まあ、テレビのインタビューでは、もう途中でコロナの時期もあってくじけそうな時なかったですかっていう質問に対して、いや、もう僕は本当にもう復帰、もう関取復帰をだけを目指してたので、別にくじけることはなく、もうそれだけに向かって毎日頑張ってましたって。おお、一路邁進だな、もうこれ、それこそ相撲道か。そうね、かっこいいね。かっこよかった。翔子さんはどんな。私はこれは一ノ城関の、アロハって感じですね。頑張ったよな、十両で、もう一歩だったね、決定戦まで。本当なんですよ、8って書いてあってね、うん、何の8かは分からないんですけど。なんで8なの。勝ち越しですかね。あ、縁起がいい数字。あ、そうなの。お相撲さんにとって縁起がいい数字。あ、なるほどね。8月に作ったのかなと思いましたけど、うん、そう、うん、一の城って書いてありますね。そうそうそう、あー、それもまたいいわ。ハワイアンな、ハワイらしい。はあはあはあ、またちょっと一風趣変わって、千代の国さんの趣変わっていいね。いつもこれね、我々のこの番組、2人のこのファッションを楽しませてもらって、今日も最高です。はい、涼しげな感じがします。はい、暑苦しくないで。俺が一人で喋ったら暑苦しいから、ね。それちょうどいいです。ちょうどいい。うん、いやいや、そんなね、幕下、そして十両で活躍した力士たちもたくさんいる中、その幕内では、照ノ富士関が復活優勝を果たしまして、そんな取り組みも毎日一番近くで見ていらっしゃった、今日は行司さんにお話をお聞きしたいなと思って。行司さんにも出ていただける。はい、は、もう大人気の木村銀次郎さんと今日はリモートでつながっています。銀次郎さん、こんにちは。はい、こんにちは。あ、銀次郎さん。あ、普段はそういう方なんですね。はじめまして。はじめまして。今日はよろしくお願いします。装束を着てる姿しか僕知らないからさ。あ、そうです。でも背景もすごい素敵で。
あ、これ自宅に板番付飾ってるんで、まあ、それバックにして撮ってます、はい、板番付を飾ってるね、やっぱりさすがだな、はい、さすが、そんなさすがの木村銀次郎さんのプロフィールをここで、うん、ご紹介させていただきます。皆さんよくご存知ではあるんですけれども、うん、木村銀次郎さんは昭和49年生まれで、うん、東京都墨田区のご出身です、はいはい、15歳で相撲界に入り今年で30年、30年、分かりやすいお話でイベントなどにも引っ張りだこで、うん、相撲の魅力の発信に大いに貢献されています、うんうん、またテレビに出演された際には、うん、足袋を履くまで18年かかるという行事の世界の奥深さを伝え、明石家さんまさんをも驚かせました。また大相撲のほか鉄道、パリーグ、温泉、旅行など多趣味で、うん、柔軟な発想やセンスで部屋のアイデアマンとしても知られています、うん、そんな木村銀次郎さんでいらっしゃいます、うん、銀次郎さん、はい、よろしくお願いします、うん、よろしくお願いします。まあ、なんといってもあれですよね、あのご紹介いただきましたけども、照ノ富士関のね、相撲をもう本当に合わせていらしたということで、はい、これ ね、 そうですね、どうでした、ご覧になってて、やっぱりあの帰ってきた男は違うぞって感じしました。いや、あのまず太ったなって、体に腫れが戻ってきたなっていうのが第一印象でしたね。はい、体に腫れが戻ってきた、大きく見えました今場所は特に、はい、これ優勝まで行くと思いました。いや、まあ、ある程度は、ええ、成績は残すんだろうなっていうのは思ってましたけども、うん、やっぱりただ膝のねサポーターがすごい痛々しかったのは、うん、まあ、否めないんで、うん、どうなのかなっていう感じでは見てたんですけど、ええ、まあ、あの土俵の下とかでね見てる時は、はい、こう、あ、でもなんか体大きくなったなっていう、うん、印象を受けました。はい、でも本当近いですもんね、あの土俵の中に一緒で、そうですね、うん、まあ、土俵の上に上がってしまえば、うん、もう全く相撲の内容っていうのは全く私たち見ないので、うん、あくまで勝った負けたの勝負しか見ないので、うん、相撲の内容って覚えてないんですよね、はっきり言って。これどこを見てるんですか、大体。あの足ですか、それとも 何を見てるんですか、まあ、足というよりも、相撲の取り組みの内容、その勝負の中で、はい、どっちが先に負けたかを集中して見てます。へ、はい、深いな深いな、どっちが負けたかを集中するんだって。先に負け、はい、負けた方を見て確認して勝ちに上げるっていうのが、まあ、基本の中の基本なので、はい、だから相撲の内容と覚えてないんですよね。あのどんな相撲だったって聞かれても答えられないことが多いです。はい、じゃあ西が勝った東が勝ったそこだけですか、大体。そうですね、勝った方を見ると絶対間違えるので、どっちが先に負けたかしか見ないんです。なるほど、銀城さん、それで、うん、これはちょっとなんか言いにくいでは、はい、言いにくくはあるんですけれども、うん、今回11日目に物言いがついて、はい、軍配差し違えになった一番がありましたよね、錦、はい、木と千代翔馬の、はい、千代翔馬の相撲ですかね、うん、はい、あれはよく、まあ、自分の大失敗であるんですけど、うん、千代翔馬の足全く見てませんでしたね。おーおーおー、はい、上げた後に審判の方が、まあ、うん、審判の親方氏が手挙げて盛り付けてきたんで、うん、あ、もう足出たんだろうな、これ差し違いだっていうふうにも腹くくりました。はい、これ差し違えっていうのはやっぱり非常にこう気にされますか。そうですね、やっぱり僕らあの普通にやって当たり前なので、うん、やっぱり一つの失敗がすごいクローズアップされますから、うん、まあ、その後何回も VTR 見直して何がいけなかったのかっていうのはとことん突き詰めるようには自分の中ではしてます。はい、ここまでは、いや、それってあの一般の方知らないからね。そうですよね、うん、ここまで大変な仕事だっていうのね、見直す動画で、うんうん、でテレビで見てたら、そのなんか本当にどっちかわからないとかいう時あるから、うん、でそういう時結構あるけど、やっぱり多分私たちが、私たちは全然そんな思わないけど、うん、行司さん本人はやっぱりすごい気になさるってことですよね、と思うんだよね。あのね、銀城さんに聞きたいんだけど、はい、近すぎてわからないってことあると思うんだよね。はい、あのそうですね、うん、あのやっぱり一番見えやすい位置っていうのがあるんですよね、はは、そのどんなあの取り組みでも、うん、ただそこの位置をちゃんと自分で取れるかどうかっていうのは、うん、やっぱりそこはもう、
経験しかないと思うので、はい、そこはやっぱりきちんとやらないといけないなとは思いますね、はい、どう動くか分かんないからね、全くね想定できない動きをするわけでしょ、その中で位置取りを考えてるって、これ大変だなこれ、すごい結構体力いりますよね、それすごい聞いてみたかったんですけど、銀次郎さん本当すっごい足も広げられるし、すごいこう左右にこうかなり軽妙に動かれるんですけど、なんかトレーニングとかされるんですか？まあ、トレーニングらしいトレーニングはしてませんけど、日頃歩くようにはしてます、うん、あ、はい、歩くだけですか？おう、なんか特別な、はい、特別なこの瞬発力を養う、ね、トレーニングとかねしてんじゃないかなと今思ったんですけど、うん、いやいや、もうあれです、1日1万歩歩くようには1万歩いやそれ普通1万歩普通じゃないですよね、時間だと何時間、1万歩だと1時間半歩けばもう十分歩けますね、はい、それは鍛錬のためにやられてる、ずっと続けてらっしゃるんですね。そうですね、やっぱり、うん、まあ、冬でも夏でもそうですけど、とにかく歩くことは心がけてますね、はい、やっぱ足腰なんだ。そうだって装束で見えないですけど、すんごい行司さん足広げてますもんね、うん、そうですよね、うん、しかも、うん、あの旅みたいな入って、そうそう、うん、あれで動く、結構ね素早く動かれるから、うん、すごい、やっぱり足広げるときのそのコツじゃないですけど、はい、ゆっくり湯船に浸かってリンパ流すことを心がけてますね、はい、あ、そうなんだ、急に広げちゃうと、ええ、やばいきますよね、ピチッて、ああ、バキバキしないように、バキバキしないように、柔軟を、やっぱ消毒ね、身につけるとね動きにくいんじゃないかと思うんだけども、軽快に動きますよね、なんか転びそうになるんじゃないかと思うんだけど、まあもう慣れですねこればかりは、はい、やっぱりでも普通にしてると、まあ、動きにくいというよりももう完全にその装束を身につけてることを忘れてますので、はい、それではまだまだお話をお聞きしたいところなんですが、うん、今回は時間いっぱいということで、うん、また続いて引き続きまた銀次郎さんにはお話を伺います、はい、はいはいはい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、まだまだお願いします。